秋篠宮妃紀子様が都内の祭場を訪れ、亡くなった父親の川島達彦さんと最後のお別れをされました。紀子様と加さまは4日に亡くなった川島さんとの最後のお別れのため、今日午前、東京・新宿区の祭場を訪問されました。関係者によりますと、小室真子さんと夫の K さんも同席したということです。 昨日、川島さんの自宅では家族葬が行われ、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、久仁さまが小室夫妻とともに参列されました。皇室を離れた眞子さんを除き、秋篠宮ご一家は川島さんが亡くなった。4日から紀子さまの90日間を最長に喪に服されています。